こんにちは。今の人生を幸せな人生に変えるプチノウハウを試してみませんかのコーナーです。このコーナーでは経済的にも精神的にも自由で幸せな人生を送るために必要なノウハウをご紹介します。はい、難しい方法じゃなくって簡単に気軽にすぐにできるプチノウハウなので、人生を変えたい方はぜひ試してみてください。うん、はい、このコーナーでは今現在 FX や株のトレーダー、また YouTuber として活動しているゆいちゃんが勉強してきたことをシェアしてもらいます。うん、では今回のプチノウハウは何でしょうか。はい、今回は集中力がない人が無意識でやってしまっている効率の悪い仕事術。これをやってしまうと 40% も生産性が下がってしまうので要注意というテーマでお送りします。 40% ほとんど問題になっちゃう、ね。普段の仕事とか勉強で集中力が続かないとか効率が悪いって感じている方に向けた動画になってます。はい、今回の内容もいつも通り専門家の方が出している論文など、まあ、資料とか本を調べた結果をまとめてます。はい、集中力を上げるためのテクニックとかノウハウっていろいろとあるんですけど、はい、まず最初に押さえておきたいのは集中できなくなってしまう理由です。はい、それが疲れとか飽きだそうです。うん、ただやっぱどうしても終わらせないといけない仕事がある時には集中力を発揮して短時間で終わらせたいですよね。うん、そうですね。で、多くの人が効率的に物事を進めようって思っている方法は根本的に間違いだそうです。うーん、何が間違ってるのかっていうのについてと、まあ、すぐに実践できる解決策っていうのをお伝えするので、うん、ぜひ最後まで見てください。はい、ではね、その本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミが報道しない情報とかですね、うん、まあ、やばすぎる裏話なんかあったんですけども、それやったらダメということで YouTube さんに怒られました。うん、そして今は規約ができて、まあ、テレビで言ってるような内容と同じことしか言っちゃダメ、それの反対意見とか YouTube で一切やるな禁止だという、ね、規約ができてしまいました。うん、なのでコロナに関して自由に発言できなくなりましたので、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしております。うん、YouTube で内容がやばすぎて消されてしまった動画もあるんですが、そちらの動画サイトで復活させております。うん、メルマガでのみ動画見る方法をお知らせしています。YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見直さないためにも、まだの方はぜひメルマガの方登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい情報です。特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい内容となっております。うん、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。で、早速いきますね。はい、まず一見効率が良さそうなのにかえって集中力を奪ってしまう間違った方法っていうのが、うん、マルチタスクで仕事とか勉強をすることです。はい、そうなんですね。はい、つまり同時に並行して2つ以上のことをしてはいけないということです。うん、人間の脳ってその仕組みから見ても並列処理には向かないそうなんですね。うん、はい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 、はい、マルチタスクをしているように見えても実際はそのごく短い時間に一つ一つのことを瞬時に切り替えながら行っているだけらしいです。こっちやってこっちやってこっちやってで一個ずつ集中してるってことだよね。全部やってるんじゃないんだよ。じゃない、はい、だからまあ完全に同時進行はできない。うん、で、瞬間的に他のことに切り替える行為って脳にかなりの負担をかけるそうで、うん、生産性が下がるとされてます。そんな気がしててん。そうか、やっぱり。うん、はい、でミシガン大学の心理学の教授が発表した研究結果では、うん、マルチタスクで物事を進めたグループの人たちは一つずつ行ったグループの人たちよりも 40% も生産性が低かったそうです。おー、あー、そうですか。 40% 損してる。ただこの研究がさ、どういうマルチタスクなんかにもよるやん。長渕さんってもう信じられへんぐらいブラウザ開いてるし、ファイルの数も開いてるから、もうめっちゃマルチタスクなんですよ。めちゃめちゃマルチタスク。 90% ぐらい生産性上がってる。マルチタスクよ。ブラウザ開きすぎてコンピューター動かへん、ね、動かへん、重すぎて、うん、急に落ちたりするからね。今の Mac が落ちたりするからね。最先端やのね。うん、まあ、なので解決テクニックは順番に一つ一つ終わらせていくことです。うん、難しい。ゲンさんがすごい。あとこの時に合わせて使ってもらうとより効果的だって考えられるテクニックもお伝えしておきます。はい、集中力を上げるテクニックを紹介している他の動画でも取り上げたんですけど、うんうん、2つあります。はい、
一つ目は長時間同じことをやらないで休憩を挟むこと、はいはい、二つ目は仕事や勉強を始める前にはっきりした目標を立てること、はい、で立てた目標の達成具合を確認すること、はい、でさらに理想的なのは前もって達成した時に得られるメリットっていうのを事前に分かるようにすることです、うんうんうん、やっぱメリットがはっきりしてることが集中力を上げることにもつながるわけですね。なるほどな、うん、まあ、それはそうですね、うん、考えてみたらその自然なことやと思います、うん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 、まあ、その仕事を終わらせられたらいいことが待ってるわけじゃないですか、うんうん、なんかやる気が出てくるじゃないですか、うん、でやる気になっている時とかモチベーションが高い時って時間を忘れて熱中してしまうこともきっと多いと思います。あ、うん、多いね、ま、だから集中力が上がってる状態ですね、はい、うんうんうん、今紹介した動画のリンクを説明欄に貼っておくのでそちらも合わせてみてください、うん、動画欄に貼っとくので見てみてください、うん、みおさん、七藤さんは集中力切れたって思った時、うん、なんか対策とかしてますか？おう、うん、まあ、じゃあ僕が言って、はい、僕で言ったらですね、まあ、もちろん休憩するんですけど、うん、休憩する時に一つやってるのは、うん、休憩というのは時間と空間を変えると、おう、つまり同じ部屋で休憩しないようにしてます。なるほどね、うん、仕事してたらまあ、その仕事の机が立って、うん、まあ、できれば別の部屋で休憩するっていうのは大事にしてます、うんうんうん、同じ空間じゃない、うん、時空間変える、なんか脳はやっぱ休まるんで、うーん、こうやって見ると結構差は出ますね。ああなるほどなるほど、うん、まあ、それをね自然にやっておられる方もいるかもしれないですけど、例えばまあタバコ吸うとかね、そういうのも、まあ、タバコはあんまり、まあ、タバコ自体は置いといて、こうタバコ行くのに外行ってとか、うん、あ、そうですね、まあ、だから、うん、窓開けて空気吸うだけでもまあ空間変わるかもしれない、うん、それでも全然いいと思います、ね、なるほどなるほど、うん、あと集中力を高めるためにもう一つ結構重要になったと思ってるのは、うん、仕事とプライベートを完全に分ける。お、例えばですけど午前中仕事して夕方友達とご飯行って帰ってから仕事する、これ集中力になる、うん、あ、そうなんですね。だからもう全部最初に仕事を終えてか遊びに行った方がいいです。で、ご飯食べてると友達と遊んでる時はあの仕事しなあかんなと思ってるんで、結局遊びも中途半端なるし、うん、その後の仕事も効率下がるんで、できる限り遊びの前に全部仕事終わらせてから遊んだ方がいい。なるほど、わかる、確かにめっちゃ、うん、そうですね、今日雇用統計やわとか思いつつさはい、はい、飲み会とか行っててもそんな楽しくないもんね、やっぱり。あ、だから金曜日楽しそう、金曜日楽しそうじゃないの。それはちょっとね、イベント決まってる時間だと難しい話ですけど、まあ、自分でコントロールできる範囲内であれば、できるだけ全部仕事を終えて、で この時間から遊びって言うと、それここまでやり終えなあかんから集中できるじゃないですか。なるほど、終わりもあるし、でこの仕事終わったら遊べるっていうモチベーションにもなるんで、それ結構やるといいと思いますね。結構多くの人って間に挟んで遊びを挟んでってしまってるんですけど、あんまり効率よくないんで、うん、まあ、遊びは最後に回す、さあ仕事も早く終わらせれるしモチベーションも上がるんでいいかなと思いますね、うんうんうん、なるほどなるほど。僕はね、集中したい時、うん、そして集中力が切れた時は結構ね、お祈りします。これスピリチュアル的な話になるんかな。あ、全然いいと。神棚なんですけども、うん、こう、こう、うん、なんかいろいろお願いしてするとですね、こういらんことをしなくなる傾向が僕はあるんです、はい、うん、ネットサーフィンとかでこうどん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 横にずれていくのが僕なんですけど、あ、まあ、言うたらこれをやりたいのにこう違うところにブワー広がってこうやってしまうんですよ、ね、まあ、台本書くためにこれを調べてたら全然関係ないとこ、うん、そうそう言ってもってあれみたいな、こんなん別にどうでもいいのにっていう、ここのその分岐点がですね、こう丸くこうその目的のところに収めてくれるというか、あ、こんなんしてたらあかんわってなるんですよ、うん、っていうのはありますね、うん、まあ、かなり正常な意識上で精神状態の時ですけどね、だいたいそのままそのお祈りのことを忘れてガーッと横道に行ってますから何を調べてるんやろうってなるんですよ。そう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 、あれ何やったっけってなるんですよ。ね、いっぱいウィンドウが広がっていくんですよ。そう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 、でもまあ一応は関係あるでしょ、はい、なんか面白いからどん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 横道にずれていくんですけど、横道も面白いからね、うん、でもまあ目的は達成されない、うん、
っていうところ時はやっぱりこう手を合わせます。なんかイメージに合わない。そう、うん、そうなの、うんうん、そうですか、うん、で僕が言ったことにしてくれ。いやいやいや、でもほんま神頼みみたいな感じなんで、普通に自分で戻せる人は戻した方がいいと思うんですよ。僕はもうその大きな力を借りることにしました。でも祈ってる時っていうのは脳波がシーターハがやすいんで、一番ね集中力高まるとも言われてますんで。ああ、なるほどなるほど、すごくいいことだと思いますね。なるほど、いいかもしれないですね、うんうん、試してみてください。ほう、うん、じゃあ今回はここまでです。はい、最後にまとめておきます。今回は集中力がない人が無意識でやってしまっている効率の悪い仕事術として、マルチタスクはかえって効率が悪く生産性も下がるという話をさせてもらいました。うんうん、解決策としては順に一つずつ終わらせていくことなんですけど、うんうん、同時に使うとさらに効果的だと考えられる2つのテクニックも合わせて紹介しました。はい、うん、で今まで当たり前だった習慣とかを変えようとしても、うん、いつの間にか元に戻っちゃってるっていう経験ってありません？あります、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 うん、まあ、そのどれだけその習慣が悪いことって分かってても、まあ、なかなか止められないっていうパターンってありますよね。あ、そうですね、タバコとかね、タバコとかな、まあ、なんでやめた方がいいはずのことをいつまでもこうやめられないのかっていうのは、単に心が弱いとかっていう話ではなくって、はっきりした原因があります。実はその理由を科学的に説明してて、しかも根本から解決できる特別な動画シリーズがあります。潜在意識活用シリーズ完全版っていうタイトルなんですけど、理想を叶えられてしまう自分になれる方法を解説してます。はい、合計7本の動画を見てもらいながらワークを交えて楽しく学んでもらえるので、まだの方はぜひチェックしてください。はい、視聴方法はこの動画の説明欄に載せてます。はい、動画概要欄にありますので、ぜひリンクの方をチェックしてみてください。でね、これからもゆいちゃんが学んできたことをこのコーナーでシェアしてもらおうと思います。あと冒頭で言ったようにですね、今度に関連しても皆さんのお伝えした大切な情報って本当にたくさんまだまだあるんですけども、ちょっとこれはおぼての YouTube 英和制度でその情報をお送りさせていただくと、今の方はぜひメルマガの方を登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。この動画をここまで見られてまだチャンネル登録しておられない方は登録の方もよろしくお願いします。お願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。動画概要欄にはこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味もここまでぜひ一度見てみてください。ツイッター、インスタグラムなどのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。神様を笑わせろ、直しの芸コーナー。だいぶ大きく出ましたね。日本の神話でもね、天照大神が岩戸が越えた時に、はいはい、雨のうずめって神様はもおっぱいを出してこう踊って、うん、笑か楽しそうにして出てきたっていう神話がありますから。あ、笑かしたあれは。お、楽しそうや、みんな雰囲気楽しそうやなってことで岩から見て、うんうん、っていうね神話がありますから。なるほど、まあ、笑いは現在な神様やけど岩の向こうは見えないんですね。日本の神様ってまあそういうもんです。あ、そうですよね。だって日本の神様は神社行って自分の名前と住所を言わないと誰か分かってくれないわけです。あ、なるほど。全然全知全能じゃないですからね。あ、なるほどなるほど、設定がね。そういうところですね。ということで、もう笑いというのはもしかしたら奉納かもしれない。奉納かもしれない、神様叩きのものかもしれないということで。なるほどね、うん、じゃあ頑張りましょう。神聖なものです。神聖なものですから。はい、じゃあこれも実際ですね、テレビ番組やってるネタをやってみましょうよ。ゆいちゃん、こうパンパンってお祈りして、その声に当てれこしてゆいちゃんの願いを言ってください。あ、神社行って、うん、これチャージュニアさんの、チャージュニアさんの座王っていう番組にあるやつです。へえ。プロと同じことをやってみましょう。うんうんうん、じゃあお願いします。はい、ゆいちゃんの声を当ててください。ひじきに芋の煮っころがし、あ、蒸し芋、あ、ふかし芋がいいな、やっぱり焼き芋、あ、プリン、プリンにしよう。やっぱりプリンかな。何を願って、え、食べたいものを願って。幅広いな、芋の煮っころがしからプリンまで、うん、和食とプリンね。
なかなか偏ってましたけど、まあ、ゆいちゃんらしいかなと思いましたよ。神様にウィンクレッって帰よ。でまあそういうね。判定は。おお。いやすごいすごい。いけるやん。いけるんだね。すごいすごい。出してもらいいよ。出してもらう。YouTuber 枠で。ないですないです。いやそうですね。そんなんあるんですね。だんだん上手くなってきたよ。あそうですか。ありがとうございます。あんまりね上手くなってもあかんらしくてね。どういうこと？ね。この間、リアルでたまたま会ったんですよ視聴者さんに。おうおう。ほんなら僕が滑ってゆいちゃんが冷たい顔してるのがいいんですって、うん、それがその人の趣味やからそうそれを待ってるのに面白いことを言われたら七瀬さんに言われたらもうあの顔が見れなくて寂しいんだとそういうクレームもいただきました、うんいろんな思いが交錯するコーナーです滑り倒してくれるそういうね視聴者さんもいるので、うん、そういう人の ために僕は滑っていこうと思いますじゃあもしねイベントできたら、はい、普通握手会とかですけど、うん、ゆいちゃんは睨んでもらうとかいうコーナーしましょう肉出してもらうとか、ね、寒い目で見てもらうっていう一人一人やってほしいやつか僕とかこう握手させてもらうけどゆいちゃんこうそういうの声があったわけですか、ね、そうですそうです需要があるわけですかいろんな思いをしょってこのコーナーやっていきます頑張るぞということで声が歌うと声もお願いします